こんにちは。こんにちは。こんにちは。原宿園スタイリストの鈴木優斗です。徳永チームアシスタントの萩原です。伊沢さんチームアシスタントの岡田裕一郎です。太田さんチームアシスタントの安井雅弘です。はい、今回は、今回僕たちが集まったのは皆様に楽しんでもらえる動画をお届けするために、結成しました。チーム名はオーシャンムービーズです。はい、じゃあ今回は第1弾としてバトンタッチスタイリングをやります。バトンタッチスタイリング、バトンタッチスタイリングです。何？はい、鉄衣装。はい、今回は何そのキャラ、はい、1人、今回はモデルさん、安井くんを使って、ドライする人、アイロンする人、ワックスをつける人、3つ分けてスタイリングしていきます。イエーイ、なんか面白そう。やったことないからね。はい、初めてですね。初めてやる、そんなの。では、から役割を決めましょう、早速。どうやって決める？これはまあ、あんたのじゃんけんで。じゃんけんじゃんけんで。じゃんけんでいきましょう。やすさんモデルね。今回、じゃあ僕はモデルとして。はい。じゃあ、じゃんけん。しようか。いきます。負けた人からドライ。次負けた人がアイロン。アイロン。最後に、勝った人がワックス。ワックス。ワックス。オーケー。じゃあ行こう。最初はグー、じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。ってことは、じゃあ、そうですね、ドライヤーします。スタートします。ドライヤー。で、僕がアイロンで。アイロン。じゃあ僕がワックスをつけていこうと思います。どうなるんだ。安いっつって聞いたことある。聞いたことある。じゃあまずドライの早速オカピーから行こうか。え、怖い、すごい怖い。ドライしてくれたら、はい、ドライ。おろしなのか揚げなのかも。確かにそれも僕が決めていい感じですか。なるほど。一番先生ドライがセット重要ですからね。土台作りだからね、何でも基礎が重要やから。プレッシャーやね、これ。プレッシャー。最初の出番で一番プレッシャーがすごい。しかも、はい、僕割とクセっ気で生え癖もあって、しかも細毛で難毛なので、結構こういうお客さんも多いから。なるほど。確かにね、参考に。クセ毛の人とかね、見たら流して右左だね。なんかこれ結構あれだね。あ、こういうことか、バトンタッチって。そうですね、そういうことね。そうです。楽しみだね。これ意外と楽しいですよ。割とやられてる方、ね、やられてる方はちょっとどんなになるか分かんない。はい、代表のアシスタントでしょ。そうだよね。代表のアシスタント、代表のアシスタントぐらいだから。すごい顔してる。いいもの提供してくれるんだ。プレッシャーがすごいです。今回じゃあオカピはおろしなのかな。これは今回とりあえずおろしでいこうかなと思います。これでドライは一回も投下したいですね。終了ですね、これで。これでドライ完了です。ドライが終わりました。これでドライ終わりました。これが代表のアシスタント。怖い怖い。じゃあ続いてアイロンの萩さんに変わっていきますね。じゃあ変わってアイロンしていきます。言ったの。わかりません。じゃあ今日下げかな、きっと。よし、アイロンしていきます。はい、頼むよ、ハギさん。簡単にアイロンしていきますよ。ヤスは自分でセットするときは上げと下げはどっちが多い？僕基本的に下げが多いです。下げが多い。はい、でも安い分上げてるよ、ね、たまに。まあでも上げるって言っても軽くか。そうですね、コンマバングって言って、まあ、ちょっと、なんて言ったらいいんだろう。コンマバングって、カタカナでコンマバングって書くんですけど、本当は韓国語でコンマバング言うと、ジョグバングやな。
人チーム。滑ってます。動画の前ではどうなんでしょうかね。ここでは滑ってないけど今。ちょっと形見えてる。本当ですか。なんで届け君に。ああそれはダメだじゃないですか。結構いやでもはい、じゃあ今日はこんな感じで今はゆずさんに託します。ゼロじゃないか。はい、マックスさん、マックスさん、ゆずさんに託します。はい、じゃあやっていきますね。伝説の伝説の令和のスター、こちらがクレイでなんとね、クレイで聞きます。聞きます。僕はあんまクレイ使わないんですけど、みんな好きだと思うから。みんなが大好き。そうするわ。オーシャン東京ワークスクレイ。これくらいです。枝豆1個分、1個分つけていこうと思います。はい、混ぜ混ぜタイム。待て、しちゃってよ。ハッツゴー。後ろからね、つけてって、もう全部立たせちゃう。あデリゾーンをちゃんと。デリゾーン見えるか見えないか。そう。見えるか見えないか。優しいよ。ギリギリのフェザータッチ。うわー、優しい。フェザータッチ出ました。伝説出ました。伝説のフェザータッチ。すごい、これがフェザータッチだ。皆さん、これはみんな真似してください。何のキャラだろう。ハギいっぱい持ってるね。キャラは222個あります。キャラ222個。何でもできます。僕は何番。じゃあ68番。68番は僕英語の先生です。英語の先生。はい、見えました。わっと、おっとっと、ごめんなさい、デリケートの何の躊躇もなく。じゃあ、英語の先生でさ、これ見ながらセットの解説して。今から英語の先生になって、今のセットの状況を英語で伝えたいと思います。今の解説をすると、しっかり放射に散らして、放射に散らした後はあなたの好きなアイスクリームは何ですか。関係なくない、それ関係あった。美容師関係ある、それ。これが今の番号のキャラです。やばいやばい、全然できねえ。82番は、あれです、めちゃめちゃいい声の普通の人です。12番やります。やってよ、お願いします。めちゃめちゃいい声の普通の人でやりますね。じゃあめちゃめちゃいい声で今の解説をしますね。はい、今はこれを、放射に散らした後に、今はひし形シルエットに、イエーイ。いや、ちっちゃい。ハギさんじゃん、それ。122歳。このくだりすごい長い。222ですか。あー、もう一番最新の222ですね。最新。222個あった中の222番目ってことですね。それはもうずっと変顔しながら普通に話す人です。もうこれが222番なんですけど、で決してこれは別にふざけてやってなくて、これがダメだよ、セットできねえ、これ。うまく作れない。これやってると僕はめちゃめちゃ叩かれます。雰囲気出てきてますね。雰囲気がマジ画面越しからは。どんなコメント来てる。すごい、これ使えないの。いやもう無理、もうセットできない俺。ごめん。おい、いました、伝説のユルバハッサルハードスプレー。これを使えばみんなかっこいい。イエーイ。めちゃめちゃいい匂いします。いい匂い、いい匂い。
これで結構いい匂いしますね。どうでしょうか。セットできました。ドライをしてアイロンをしてワックスをつけていただきました。完成です。ちょっと左右に手上げて見えるように。こんな感じです。いいね、いいんじゃない。タバカン王道って感じですね。そうだね、やっぱ第一弾は王道だよね。王道。でも僕もあのアイロンはしっかりなんか簡単に王道できるように意識してやりましたね。僕も最初のドライでそれを意識して。で、今回はこんな感じで役割を変えてスタイリングしてきました。したね。楽しかったです。楽しかった。いや楽しい。面白いね。面白いです。なかなかない。よくできたね。バトン最初何のことかと思ったね。何のことかと思ったけど、よく考えたね。まあでもこれやっぱりシリーズ化できるんじゃないですか。シリーズ化したいと思います。今回安井くんがモデルさんなんですけど、また誰かも違うモデルさんになっていただいて3人役割変えてまたセットしていきたいと思います。はい、おい、はい。今回はねこの4人でバトンタッチスタイリングを、ね、はい、やらせていただきました。皆さんこの動画どうでしたか。もしよろしければあのコメント欄にコメント欄ね、こんなのやってくださいってなったら、あ、そうです、そうですね。ここにもここにもグーやっちゃってください。やっちゃっていただいてそれを参考にして僕らがあの動画を、はい、企画しようかなと思うので、ぜひあの気軽にコメントしていただけたらなと思います。お待ちしてます。はい、で今回の動画が良、かった人はグッドボタンとチャンネル登録を、はい、ぜひともお願いいたします。お願いします。これからも、チームオーシャンムービーズをよろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。ピッ。